はいみなさんこんにちはローレン・ウダルと申します。よろしくお願いいたします。まあ本日はコールジャパンからソフトパワーまでどうやって日本語が日本語が競争ができるかどうかについてのスピーチをしたいと思います。さてまあ日本人が日本,日本語ができる外国人と会うと どんな質問をするかご存知でしょうかもしかしたらまあ皆さんその経験があると思います。例えばあ日本語が上手ですね。どうして日本語を勉強しようと思ったんですかあるいは日本語を勉強するきっかけは何ですかまあ私はフランス人ですが フランス語ができる外国人と会うとこんな質問はあんまりしません。<laughs> えとなぜなら私の国に興味があることが分かります。最近、っ、えー、とコールジャパンという表現が現れました。この表現は2002年においてダ o u g l a s m という 米国ジャーナリストにが定義つけました。彼が言うと、クールジャパンとはアニメ、ゲーム、漫画など,などのコンテンツ、デザイン、ファッション、日本などの日本の製品までの範囲が広がっています。クールジャパン の現象で日本に対しての,しての関心が上が,上がっていくことが分かります。例えば「おくりびと」り人という日本の映画は第1次1回のアカデミー賞で日本、えー、と外国の映画の賞を受賞しました。 アジアの中では台湾と日本だけがこの辞書を受けたことがあります。そして、まあ、日本だけではなく、えー、と隣国の中国では日本のファッションは高い人気があると思われます。日本史例という という雑誌は、まあ、北京から上海を中心に月々に78万冊が売られています。まあ、最後に世界中で和食のブームがあることが言えますね。まあ、世界中で和食が食べられるのですが、まあ、美味しいかどうか別の問題ですね。<laughs> まあ例えば、弊社ではパップカウチャーと,えっとキュートベントセットを販売しております。まあ、このパップカウチャーに入っている商品はアニメとか漫画で見られる商品です。えっと、このパップカウチャーセットでお客様が日本の生活をちょっとだけ 感じられると思います。そして、まあ、このコールジャパン。のつながり、まあ、の、お、きか、まあ。このコールジャパンの現状を使って。えっ、ー、と、日本の経済。の拡大、チャンスではないでしょうか。えっ、ー、と、まあ。ドアグロスマグレーはコールジャパンだけじゃなくて、まあ。グロースナショナルクーについても話しました。 そして日本の政府も去年、えー、とグロースナショナルクールという、えー、と戦略を出しました、えーと。この戦略でアニメとかゲームのコンテンツの事業を強化し、えー、と外界であるの収入を上げる。 方針をいたしましまそして、まあ、こ,のこのため、まあ、予算を計上して、まあ、対,象対象した事業を支援して,おりますしています。えっとまあ 今はちょっとクールジャパンの限界についてちょっとだけ話したいと思いますがえっとクールジャパンの表現は広げすぎと思いますしえっと何を含めるかどうかちゃんと分かりませんそして、まあ、このクールジャパンの戦略はいい考えなんですが まあ、クールジャパンだけで日本の経済を拡大することは難しいですよね。そして、今、円高の問題ですから、えー、と外国の収入を拡大することはまあ大変です。まあ、さて、私はいろいろな記事を読んで、えー、と同じ記事でソフトパワーとクールジャパン。 についての解釈であることができます。ソ、えっと、フトパワーはジョセフ・ナイによって定義つけられました。ソフトパワーとは経済力と同じ力によらず、えっと その国の評価、えー、関心を使って、お互い、えっと、相手の国を望むような方針を従うようにするというコンセプトです。えっと、ソフトパワーの3つの宣言は文化と 政治の価値観と、えー、外交政策です。まあ多分皆さん、コールジャパンはあまり好きではないと思いますが、まあコールジャパンは日本の文化に含まれている,含まれていると思います。まあ えっと、ヨーロッパ人のオタクが好きではなくても <laughs>、まあえっと、その外国人は日本の文化の一部に興味がありますから、えっと、日本の影響がちょっと感じられると思います。えっとですねまあ、このクールジャパンを使って、えっと、ソフトパワーを強化できるんでしょうか。 えっと、今、例を挙げたいと思います。えっと、ジャパンフ f ンデーションは2006年に、えっと、アラブ,アラブ語吹き替えのキャプテン翼バサというアニメを作るためにお金を出して、えっと、そのキャプテン翼バサは、えっと、イラクでとても人気があります。そして、まあ、 イラク戦争に参加した日本は、えーと、民主に攻撃されないように、まあ、このトラックにキャプテンツバさんの絵を描きましたね。<laughs> そして、民主がまあその日本,、うん、日本の行きたいを見ると、ああ、あいいイメージ、ポジティブなイメージを出しましたから、まあえーと、とてもいい影響だ。 と思いますけどまあソフトパワーを強化するためにはえっ、ー、と自分ではないと思いますなぜならえっ、ー、と日本は自由の外交政策を持っていません今でもアメリカの政策に沿ってえっ、ー、と 自分自分で、えっと、解雇政策することが難しいです。そしてまあ国際連合で、えっと席がまだありません。この理由で、えっとえー、ソフト c、えっとコールジャパンは日本えっとソフトパワーの源泉の一つとしてと 言われても、まあ、十分ではないと思いますが。えっ、ー、と。コールジャパンは、えっ、ー、と、日本の一つの力です。まあ、以上です。ご清聴誠にありがとうございました。